皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。昨日も楽しいお稽古でした。今日も楽しいお稽古です。子どもたちはいつも先生にいろんな楽しいなぞなぞや音当てクイズ、これは何、いろんなことを尋ねてくれます。連日の猛暑にみんな体も疲れていると思います。無理をしないでできることを楽しみながらやってみる、チャレンジ精神がとても先生は大好きです。おうちでの練習を楽しみながらやってみるには、ここできてよかったね、もう少しこうしたらもっと良くなるよ、うまく子どもたちのやる気を引き出してあげること、ご褒美シールやスタンプも子どもたちは大好きですが、一番のご褒美は褒め言葉だと先生は思います。誰でも得て増えて、ミスや間違いはありますが、それでも何度も練習を少しずつ楽しみながらやってみることで必ず弾けるようになります。エレクトーンもピアノも同じ鍵盤楽器、鍵盤ハーモニカも同じ鍵盤です。それでは今日もおつかいありさん、いつも先生に動物の曲当てクイズやいろんな楽しいことを期待してくれています。おつかいありさんをエレクトーンとピアノで少しアレンジを変えて弾いてみました。今日もレモンちゃんに金太郎くんが楽しく先生にいろんなことを話してくれるのを応援していますね。指番号をきちんと理解しながら、指替え、指くぐり、いろんなことはゆっくりと練習することで弾けるようになります。指替え、指くぐり、ピアノにはいろんな奏法がありますが、ゆっくりと練習する、反復練習を繰り返すことで必ず徐々に身についてきます。焦らず導入期はゆっくりとスケールなどの練習も楽しみながらやってみましょうね。興味のあるキャラクターや食べ物、ペットの名前を歌詞に置き換えて練習するのもとても楽しい練習法です。毎日少しずつできることを楽しみながらやってみる、先生も楽しみながらやっています。それではおつかいありさんを弾いてみますね。
井亜里さんもエレクトーンとピアノでアレンジをしてみるとこうなります。長調と短調の違い、皆さんはよくお分かりだと思いますが、長調と短調の違いを楽しく理解することもレッスンの楽しみです。今日もいろいろと弾いてみますが、上達するためには先生はいつも少しずつ練習記録をつけています。上達するためにはいつも少しずつ練習を怠らないことが大切ですね。いろんなことにチャレンジしてみる。間違いやミスを恐れていては何もできません。ゆっくりとゆっくりと指を動かすことで必ず読譜もリズムもきちんと身についてきます。今日はお使いありさんをいろんなアレンジで弾いてみました。皆さんも元気にドレミの音名で歌いながら楽しく弾いてくださいね。最後におまけにお使いありさん喧嘩したを弾いてみますね。お使いアリさん最後のコードを少しジャズっぽく弾いてみるとテンションというコードを